皆さんこんこにちは2021年行政書士試験のですね、えー、直前予想模試第2回の解説動画を担当させていただきます行政書士の大川ですよろししくお願いします。 はい、えー。今回ですね、直前予想模試ということで、私の方でですね、第2回の文、その中でも問題44から46のですね、記述問題、こちらの解説をこれからお話しさせていただこうと思っております。 記述ですね皆さんもご存知の通り、えー、全部で本試験では3台出されるということで1つは行政法からの出題、えー、あとの2つは民法からの出題ということで計60点分の配点がありますのでこれはまあ、えー、しっかりとですね配点取っていけるように対策をしていただけたらなと思っております。でででですすのでこののこ記述にに関してはですね試試験の、えー、本試験本までに 200問程度は、えー、ストックをですね、取っておいていただくのが対策としては、えー、よろしいかなと思っています。そのための一つの材料として、今回の予想問題集であるですね、記述問題っていうのもしっかりと暗記して、えー、いただいて、えー、これ暗記することで卓越試験の対策にもつながってまいりますから、しっかりですね、えー、数こなして、えー、内容を覚えていくという対策を取っていっていただけたらなと思っております。 はいでは早速ですね今回の問題のところ行政法の44番からですねちょっと解説の方を進めさせていただこうと思っておりますけれどもお手元にですねこの予想問題集の問題とそれから回答の部分ですねすぐに見れるようにご準備いただけたらと思います。 行政法。今回ですね、問題で出されたもの。これは行政法総論からの出題でございましたけれども、総論の中でもですね、取り消しと撤回という分野から、えー、出されてきたということですね。内容は基本的なものでありましたが、どういうものかですね、一緒に、えー、これから見ていけたらなと思っております。それでは早速解説に移ってまいりましょう。えー、問題44番ですね、えー。建設業の許可。これを、えー、受ける 際ににですね許可、えー、正当に取れましたと取ったあとにある条件をちょっとですねクリアできなかったことによって許可の取り消し処分これがなされてしまったこれが行政高額上法学上とも言いますが、えー、何と呼ばれますかと。 呼ばれたものに関してはどういう効力を生じますかっていう問題ですね。これ実務の世界でもですね、非常によく取り上げられるような問題でありますから、しっかりと解説の方ですね、させていただこうと思っております。はい。まずですね、こちらの問題につきまして、一回どういうものかっていうのですね、図解させていただこうかなと思っておりますけれども、 ちょっと下の余白の部分にですね、いろいろと書かせていただきますね。まず建設業の許可を取るっていう段階でですね、今回は大臣免許ということで、国土交通省のですね、国土交通大臣、国交大臣と書かせていただきますが、国交大臣 B さんがえ許可権者になりますということでですね、A さん。 まあ基本的に建設業はですね法人で取られるパターンが多いかなと思いますので今回ちょっと法人で書かせていただいておりますけれども A さんは建設業の許可取りたいよっていうことでまず申請するわけですね。 ここの建設業、申請がですね、なかなか、えー、肝ではあったりするわけなんですけれども、えー、なかなかあのこれ、建設業ですね、えー、直近でも、えー、業法改正されたりしていたんですが、経営管理者っていうですね、えー、キーパーソンを設置しなきゃいけないよっていうものがあったりしまして、これをクリアしていくのがなかなか難しいということで、えー、建設業法ですね、個別法を読み込んだ上でですね、えー、例えば東京都で、えー、開業したいという場合は、東京都、 の都庁ですね、の建設業家なんていうところを行ってですね、いろいろと話したりしてえ、申請をしていく必要があるわけなんですけども、この申請要件満たしてですね、え今回は晴れて国交大臣から許可を受けることができましたよと。 この段階で仮にですよ、仮にですね、えー、申請の内容が間違ってるとか、例えば結核要件という形でですね、えー、暴力団員の方が役員にいるとかっていった場合は、許可そもそも降りないわけですから、その時点で、えー、まあ、歌があったという話になってくるんですが、今回は許可を受けることはですね、問題なくできましたよという話になってくるわけですね。ただ、許可を受けた後ですね、えー 営業を A さん開始したわけなんですけれども、その後、引き続いてですね、合計で1年以上、引き続いて1年以上、営業をですね、休止してしまいましたというわけなんですね。で、1年以上営業を休止するとどうなるかというと、問題文にですね、下に建設業法の条文、 ありますけれども、まあ、この29条1項というところで次の各号のいずれかに該当するときはですねこの許可権者は当該建設業の許可を取り消さなければなりませんよとなっているわけですよね。で今回は国交大臣が許可権者になるわけですけれども下の4号を見ていくと許可を受けてから1年以内に営業を開始しないもしくは引き続いて1年以上営業を休止した場合この場合は 許可取り消さなななきゃいけないけけっってて話になってくるわけですね今回どっちに該当するかっていうと1年以上引き続いて営業を休止していましたからこっちのですね後半の取り消し要件に該当してきてしまうということでじゃあどうなるかっていうと国交大臣の B さんはですねこの29条1個これに基づいて許可取り消しますよこんな 処分を下すと、えー、いうことになったわけでございますねじゃあこれ今取り消し取り消しって話が出てきていますけれども行政法学上なんて呼ばれますかって言ったら取り消しになるでしょうかもう1個ありましたよねもしくは撤回と 言葉だけ取っていくと取り消しなのかなって思ったりするわけですけども取り消しと撤回ですね大きい特徴の違いっていうものを今一度ちょっと思い浮かべていただきたいんですけれどもここで思い出していただきたいのは2つです、ねえー、1つは、えー、この歌詞歌詞っていうのがいつからあったのか処分の成立した時にもう歌詞があったのかその後で歌詞が生じたのかどっちでしょうかっていうところここを考えるのが一つのポイントですね。 もう一つは、訴求項があるのかどうかということですね。この取り消しが、処分があった後に、そこから始めてですね、初めて、もう、効力を失効するよ、失うよってなるのか、それ以前から、もう処分が最初にあったところに遡って、もう最初から無効な内容ですよ、話になるのか、この2点を整理していく必要があるだろうということになってまいります。では、今回どうだったかといいますと、 これ、そもそも申請に対してですね、許可処分が降りていると、えー、いうことなわけですから、えー、最初に処分が成立した時には過失はなかったわけですよね。過失はいつ生じたのかって言ったら、営業を始めていってですね、 後に1年以上営業を休止していた期間が生じたと、えー、ここで1年っていう期間が満了した時点でですね、初めて過失が、えー、生じたということになりますよね。そうすると、これ過失が生じたのは、えー、この処分成立時ではないということで、じゃあ成立時じゃなかったら取消しと撤回どっちになるかというと、撤回になってくるよということなので、今回はこれ、行政法学上何と呼ばれますかと言われたら、撤回に該当しますよということになってまいります。 その上で、じゃあどういう効力生じますかっていうと、えー、撤回の場合はですね、訴求庫ありませんでしたから、今回も、だって許可が下りた時っていうのは別に可視なかったわけじゃないですか。そこに立ち戻って最初から、えー、この1年のですね、えー、営業休止期間以外のところに関しても、あなたは、まあ、営業、えー、これ、可視ありましたよって言われるかって言ったら、そんなことはないわけですよね。ここで初めて可視が生じてから、えー 執行が生じていきますよということになりますから、回答のところですね、見ていただきますと、行政行為のこれは撤回と呼ばれますよ、それからこの効力っていうのは将来に向かって失われていくんですよという話になってくるというわけでございます。はい 行政行為、えー、ここの問題はですね、えー、解説としては以上になるわけなんですけれども、結構ですね、実もやってると、行政法の分野って、こういう取り消し撤回みたいにですね、いやいや、法文上取り消して書いてるじゃないかとか、えー、そういったものって多かったりするんですよね。例えば、民泊っていうものでですね、住宅宿,住宅宿泊事業の届け出っていうものがあるんですが、ここでいう届け出っていうのは、行政工学上は、これ届け出じゃなくて許可じゃないのとかですね、疑義があったりしてくるわけなので、 皆さんんはこの言葉尻だけにとらわれるんじゃなくてですね、しっかりと本質見抜いてこれはでも工学上はこういう意味合いを持ってるから、えー、工学上は撤回なんだろうな、えー、許可なんだろうな判断をしていっていただけるとより学問としても面白いのかなというところでございます。 はい。それではですね、続きまして、民法に移ってまいりましょう。民法問題45番ですけれども、45番、ここは総則からの出題ということでですね、内容は代理について、えー、でございました。代理っていうと、表見代理とか無権代理、ここから出題されるケースが多いわけですが、今回はそこからではなくてですね、代理権の乱用という、あのー、一個外れたところからの出題ということになってまいります。それでは見ていきましょう。45番ですね。 A さんは B から授与された代理権の範囲内で B の代理人としてですね、C との間で B の所有する土地を売り渡す契約を締結したということですね。しかし以降のところありますが一旦ここの段階でですねえちょっと問題の内容を整理していこうかなというように思いますけれどもはい、今回の案件に関しましてはですね そもそもの前提としては、B さん、土地持ってるわけですね。B さんから A さんに代理権が付与されておりますよ。で、その範囲、えー、この土地売ってきてねっていう代理権が付与されたと。で、この範囲内で C さんにですね、A さんは売却をしましたよ。 これってもうこの時点でですね、いや、無権代理行為だとか、表権代理行為だっていう話ではなくて、ちゃんと代理権与えられて、その範囲内でですね、えー、懸命を行って代理行為しましたよっていうことですから、まあ普通は C さんはここに対してですね、じゃあ、本人に降下帰属するから、土地引き渡して,て、えー、こういうお願いができるんじゃないかな、感じがしてまいるわけでございますね。 じゃあ、ここで、えー、しかし以降のところ、えー、読んでいただくとですね、A は C から受け取る代金、この売買代金を着服する意図を持ってましたと。この代金を着服してやろうと思っていたよ。っていうわけですね。これって、えー、そもそもですね、えー、この行為なんて呼ばれますかって言いますと、これは皆さんご存知の通りですね、えー 代理権のの用とと呼ばれるるもだだろうと、えー、思っていいただけるわけわでございますよねじゃあ C さんとしてはどういう主張ができるかっていったら、まあ、原則としてはもう代理権ちゃんと持ってですね代理行為が成立しているわけですから B さんに引き渡してっていうことが主張できると。 いいいいいううう話にななっててくるんんででですががここで一個注意ししたたただききのは C さんがそういう主張できないケースも一つありましたよねどんな場合でも C さんを保護しなきゃいけないかって言ったらこれ C さんが例えばこの A さんが着服する意図て、えー、があることを知ってるとかですね、えー、もうちょっと歌詞がごめんなさい過失、えー、があって知りませんでしたっていう場合にも C さんを保護した方がいいかって言ったらその場合は B さんをですね保護してあげる必要性もあるよねということになってまいりますからこれ。 C さんに悪意または有価質ですねこういったものがあった場合っていうのは必ずこれ引き渡せっていうことを成立させるのではなくて無権代理っていう形でですね処理をしていく必要があるよねそんなお話がございましたよね。 この辺りを思い出しながらですね、問題45番、こちらを解放いただくとですね、あ、これは、失礼しました。えー、こっちですね。よいしょ。45番。えー、これは、代理権の乱用と呼ばれていくなと。で、問題にある、どんな場合に A の行為が無権代理、代理権有しないものがした行為になるかって言ったら、C さんが、この A さんの着出、えー、着服するっていう意図を知り、または知ることができた。 この場合に関しては、えー、無権代理として処理していくんだということでございます。はい。よろしいでしょうか。それではですね、最後の問題46番ですね。46番、今度また民法からの出題ということになってまいりますけれども、民法ですね、今度は、 再建法からの出題ということですねこの問題が一番解きやすかったかなという気はしますけれども再建法の中でもですね契約争論というところから出てきているわけでございますじゃあちょっと早速ですけれどもどういったですね、えー、事案だったかというところを整理させていただこうかなというように思いますまた、えー、余白に。 ちょっとメモを書かせていただきますけれども、今回はですね、A さんと B さん、2社間で売買契約が締結されたというわけですね。で、これ、どういう契約だったかというと、A さんが、まあ、宝石持っていますとえ言ってですね、 宝石を B さんに売りますよ。こんな売買契約だったわけですね。A さんは B さんに対してそうするとどういう債権を手に入れるかというと、今回は100万円で売買してますから、100万円払ってくれっていう債権を手に入れる。代金の支払い債権を手に入れて、反対に B さんは指輪をですね、引き渡してくれ。こういう引き渡し債権を手に入れるわけですね。それぞれ、いつが弁債期だったかというとですね、代金支払うっていうことに関しては、 えー、5月の1日、指輪引き渡してくれっていうあごめんなさい宝石を引き渡してくれっていうのは6月1日、えー、これがそれぞれ弁済期だったというわけですねで問題見ていただくとですね3行目のところ、えー、AB 双方の債務どっちも履行されないまま期日が超過しましまた、経過しましたということなので6月1日も超えてしまっている状態なわけですねでこの中でですね、A さんが例えば、 B さんに対してですね、6月15日弁済期が経過した後の6月15日にですね、お金払ってということで、え今回はですね、支払いを求めた訴訟を提起してきたというわけですね。B さんこの場合って何か主張したいと思いませんか。A さんお金払えって言ってくるけど、B さんとしてはまだ指輪引き渡してもらってないわけですよね。 とすると、まあこれ一般的な感覚で言ってもですね、いや指輪渡してくれたらお金払うけど、早くお金も払ってよ。せめて同時に履行しようよ。こんな主張がしたくなるわけですよね。今答え出てきましたが、同時履行の公弁権、こういった主張をしていきたいなと思ってくるわけでございます。 じゃあ同時履行の抗弁権今回主張できるかっていうとポイントの一つとしてはですね、えー、相手方の債権、えー、ごめんなさい相手方の債務ですね債務が、えー、履行期にあるかどうかこれがポイントになってくるわけですが今回相手方の債務もですね 6月1日ということで、えー、履行工期も来ているわけですから、同時履行の公弁権は主張できそうだなという話になってきますよね。とすると、じゃあこれ裁判官、えー、どういうですね、判断をしますかっていうと、同時履行の関係にありますよ、なってくるわけですよね。えー、こちら、回答のところも見ていこうと思いますけれども、えー、この件に関しては、どっちもですね、同時履行この関係にありますよ、 じゃあこれだけ言って、ですねあ,ありますよ、あとよろしくねで終わるかというと、それじゃあ裁判所の意味ないですよね、解決してくれよってなりますから、A の宝石、これ引き渡すっていうのと、引き換えに B も代金の支払いをしなさいということで、お互いにですねこれから履行しなきゃいけない債務っていうものを同時に、まあ、同じようにですね履行するように、こういう命,命令が下るということでございます。 はい、えー、ということでですね今回、えー、44問から46問この3台ですね、えー、解説の方させていただきましたいかがでしたでしょうかちょっとですねあ、あのー、いろいろと、えー、補足でつけたいところもあったりはするわけなんですけれどももうちょっと細かい事例とかですね実務の話そんなものに関しましては、えー、講義の方でですね私いろいろと扱わせていただいておりますのでもしよろしければですね私の講義にも遊びに来ていただけたら嬉しいなというように思います。 はいそれではですねここから本試験に向かってラストスパートというところがございますから、えー、一緒にですね、えー、頑張っていきましょうでは、えー、今回の、えー、解説はこれで終わりとさせていただきますありがとうございましたお疲れ様でした